皆さんこんにちは、三鴨鍼灸接骨院サッカートレーナーの世界中野です。本日もご視聴いただきありがとうございます。プロスポーツトレーナーが行う、活動や、テーピング、コンディショニングなど興味のある方はですね、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。本日はですね、8月1日日曜日になります。U16 愛知県選抜のトレーナーに帯同しております。本日の会場は豊田市、運動公園陸上競技場で、トレーニングを行う予定です。今の時刻が、2時14時になります。今からスタッフが集合してですね、ミーティングした後に16時から7時までの間トレーニングをします。本日はですね、コンディショニングとして体重管理のところを少し、動画で撮りたいと思いますので、興味のある方はですね、動画の方最後までぜひご視聴ください。はい、じゃあ皆さんこんにちは。昨日7月31日にトレーニングマッチを行いまして、本日8月1日になります。昨日のトレーニングマッチの、試合前にですね、体重を測って、測りました。でその後にまた試合後に体重を測ってですね、コンディショニングの管理をしてるんですけど、1人選手の紹介をさせていただきたいと思います。樋口凛斗選手ですね。はい、はい、昨日の試合前の体重は何キロでしたか？61.8キロです。はい。で、試合後の体重は58.7キロ。はい。で、1試合、25分に減る2本、2本出て、試合後に体重はどれぐらい減りましたか？-3.1キログラムです。ですね。本日、また、昨日の、体重減った3キロをですね、今日また戻しました。今日の体重は61.6キロです。はい、ほとんど昨日の試合前と変わらず体重を戻したんですけども、3キロ戻したんですけど何をしましたか？試合終わってから夜と次の日の朝と昼普通にご飯を食べて自分のいつも通りの生活で戻しました。水分たくさん飲んだかな？水分は朝起きたら水500ミリリットル、ね、結構ご飯も食べた。はい。で体重いつもこれぐらい体重減るとかっていうのは測ったことあります？ああ、でもチームで最近練習前と練習後測ってて結構落ちやすい体重。はい。ああ、そうですね。一番昨日もあの落ちた選手、あの体重が落ちた選手になるんですけども、結構コンディショニングは大変かなと戻ってます。いや。普段通りに食べてれば戻るかな。じゃあ日頃ね、あの非常にコンディショニングがよくできていると思いますので、また引き続きね、あの管理をしていきましょう。はい、このようにあの体重管理をすることによってコンディショニングの、良し悪しが分かりますので、ぜひですね、あのもっと詳しく知りたい方はチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ミニ国体1週間前になりました。本日は、練習試合をしております。この練習試合では、フォーメーションや戦術など細かな点を確かめるための練習試合となっております。しっかりとここでも勝利を収めながら、来週に向けて準備をしていくような試合です。練習試合が終わってミーティングになります。本日の練習試合でも、課題が見つかりましたので、しっかりと残り1週間ミニ国体まで準備していきたいと思います。トレーナーとしてはですね、コンディションの管理が非常に重要になりますので、引き続き、体重の管理と脈拍の管理をしながら、オーバートレーニングになってないかどうかを、管理していきます。その他、選手とコミュニケーションを取りながら、筋肉の張り感であったりだとか、痛みの部位に対してしっかりコンディショニングを行っていきます。このように選抜チームは、いつも見てない選手がですね、集まりますので、コンディションの管理であったりとかコミュニケーションっていうのが非常に重要になりますので、そのあたりも細かくまた公式 LINE 登録していただければ説明させていただきたいと思いますので、皆さんぜひ、公式 LINE の方を登録をお願いいたします。以上になります。 See you!